打たれた球は全部高かったので、まあ、プラス追い込んでて、で失投だったので、まあ、もったいなかったなというふうに思います。ご自身の中では今日の投球というのは、まあ、ホームラン3本ありましたけれども、はい、その中で三振も多く奪えたと思うんですが、良かったのかそれとも悪かったのかというのはどう思いますか？そうですね、まあ、悪いなりに試合が作れたかなとは思います。はい、悪いなりに試合を作れたということは、やはり先発ピッチャーとしては求められる、要素なのかなと思いますが、それができたということに関してはどういうふうに評価しますか？そうですね、やっぱりずっと上でできなかったことが、今こうしてやっぱり試合を作ることっていうのを課題としてやってるので、まあ、本当に、まあ、遅いですけど、まあ、試合を作れてることに関しては、まあ、良くなってきてるかなというふうに思います。はい、11個の三振奪っているわけなんですけど、はい、三振が奪えたということに関してはいかがですか？そうですね、まっすぐ自体の強さが出てきているので、まあ、やっぱりまっすぐからの変化球なんだなというふうには感じましたね。そういった意味ではスピードもしっかりと出ているのかなというふうに思います。はい、ご自身でも手応えはあるありますね。やっぱり一つこうリズムを作って投げることを練習から意識して取り組んでて、まあ、その中で試合の中で結果が出せてるのもちょっと嬉しいなっていうふうには感じてます。はい、一方でもしあるとすればですけど、課題みたいなものはそうですね、まあ、ちょっと追い込んで、力む時に、まあ、少し高めにまだ抜けてしまうところがあるので、まあ、そういったところを少しずつ、まあ、やっていく中で減らしていければいいかなというふうに思いますね。改めて今シーズンはご自身としても少し悔いが残るシーズンだったのかなというふうに思うんですけれども、はい、今シーズンどういう一年でしたか？いや、もう悔しいの一言ですね。やっぱり自分が思ったようになかなかできなかったので、何やってもうまくいかない状態だったので、もうそういった中でシーズン終盤でこうフェニックスで、まあ、形としていい結果が出てくれてるのは本当に嬉しいことだと思いますし、また来年に向けてこう何か一つでも多く自分のものになれるように練習していければいいかなというふうに思います。